動画のご視聴ありがとうございます。旅する着物男子のバオシンです。この動画にコメント高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。さて、僕は今福島県会津若松市の会津若松駅の前にいます。いやー、実に約1年と5ヶ月ぶりに会津若松に足を運ばせていただきました。さて、今回一体何をするのかと言いますと、この会津若松駅から新潟県新潟市の新津駅まで、実は SL 磐越物語という JR 東日本の蒸気機関車が運行しているんですね。その SL 磐越物語、今年の運行に関しては11月末で終了ということで半ば諦めていたんですけれども、その後クリスマストレインというイベント列車の運行があると聞いて、もうこれは乗るしかないだろうということで急いで会津若松にやってきたわけです。というわけで今回は SL 磐越物語クリスマストレインの旅と題しまして、蒸気機関車による素敵な旅の様子を皆さんにお届けします。まあ何しろ僕も蒸気機関車に乗るのは初めてです。もしかしたら先日配信させていただきました小湊鉄道の房総里山トロッコ編のようにいくつかのエピソードに分割するかもしれません。そうなったらどうか多めに見ていただいて、ぜひこの旅動画を最後までご覧ください。それでは今回の旅を始めましょう。今普通乗車券と SL 磐越物語の指定席券をゲットしてきました。でやっぱりどうやって乗るのってわからないですよね。というので今回僕も初めて経験したんですけれども、僕の体験を通して皆さんに可能な限り分かりやすく説明しますので、ちょっとお付き合いください。 SL 磐越物語、列車の格付けとしては快速電車になります。この磐越物語に乗るためには先ほど言いました普通乗車券と指定席券が必要なんです。まず最初に JR 東日本の SL 磐越物語のページを検索していただいて、そこから今度は乗車日と下り方面なのか、それとも上り方面なのか選択して、日付も選択をして、それで乗車予約をします。で乗車予約をするときに JR 東日本の会員登録していない場合は会員登録も必要です。会員登録も済ませて事前支払いになりますので、指定席券を支払いをすると券売機でその指定席券を券するための番号、パスワード、これはあらかじめ入力の時に設定するんですけれども、同時に QR コードも発行されます。こちらを乗車する前に指定席券を券売機のある駅で発券する必要があります。僕のように県外から来た場合はフリーパスが使えないようだったので、今回は普通乗車券を買いました。この2枚が必要になりますので、磐越物語利用するときはこの2枚の乗車券忘れないように購入の方をお願いします。さて、もうすぐ SL 磐越物語新津駅から会津若松に向かってくる蒸気機関車やってきます。この蒸気機関車そろそろ出迎えたいと思います。説明上手くなくてすいませんでした。もうすぐ SL 磐越物語のクリスマストレインが来まーす。もう少しで入線します。見えてきました。本当にゆっくりとやってきてます。 SL 磐越物語来てます。大きい。
ではここで SL 磐越物語の車両紹介をさせていただきたいと思います。まず1号車なんですが、1号車おこじょ展望車両という名前がついています。おこじょ展望車両のおこじょって何って疑問を持たれた方、説明します。おこじょというのはこの会津地方に住んでいる小柄な動物の名前なんだそうです。その展望車両の中にはおこじょをモチーフとする お子さんが楽しめるスペースと周囲の風景を楽しむことができる展望デッキが一緒になっています。そして続く2号車と3号車、これが普通車の指定席です。指定席券を持っていると記載されている席に座ることができます。4号車は展望車です。写真でちょこっと見たんで、開放的なフロアになってました。会津地方から新潟までの素晴らしい景色を楽しむことができるらしいです。で5号車は売店付きの普通車指定席になってます。で6号車も普通車指定席の車両だそうです。で最後の7号車気をつけていただきたいのが、7号車はグリーン車だということです。普通車の指定席券では乗れません。グリーン券が必要なので、その点を気をつけてください。ただね、まあ見事な展望デッキが車両の中にありまして、まあおしゃれ、びっくりしましたね。ということで車両紹介は以上になるんですけれども、自分でも話しながらワクワクしながら出発の時刻刻一刻と迫ってます。高ぶる気持ちを抑えながら出発の時刻待ちたいと思います。今客車とそれから機関車を連結し直しているようですね。作業員の的確な指示のもとに連結作業を進められております。出発時刻が近づいてきているようなので、SL 磐越物語動き始めましたね。こちら側が2番線です。一度ホームから離れまして、もう一度2番ホームに入線するものと思われます。今から1号車のおこじょ展望車両の整備券をいただきに行きます。はい、よかった、間に合った。
SL 版越物語クリスマストレイン発車いたしました。 SL 版越物語クリスマストレイン発車です。SL 版越物語の車両編成ですね。20年の他は進行方向の逆なので1号車の工場車両の方が一番後ろになっています。先ほど僕が言ったのが4号車4号車両、そして17号車の4号車の4車両編成の7号車という車両編成になっています。売店のメニューとこんな感じですね。北方駅に到着しました。北方駅に到着したことを祝してこちらいただきたいと思います。いただきます。あーうめぇ。万越物語になったらこれ飲まなきゃ損。万越再生の別の車両来たみたいです。素晴らしい。今ゆっくり動き出してみてですね。会津若松駅の電車とお別れです。ごちそうさまでした。